い、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業に来てくれて、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、ここ最近非常に益子町天気安定しておりましてね、非常にですね、ハウス内の温度なんかももう25度以上は取れるような感じで、非常に暖かいですね。で、それと比べて夜は下がるって形で、寒暖の差が非常にこうしっかりとつくんで、いちごのね、甘さっていうのも非常に甘くなっているのかなと思います。非常にここ最近非常にいい感じでいちご栽培できている環境にあるんじゃないかなと思っております。で、今日の動画のテーマの内容なんですが、ハウス内の温度が上がるということは、その分ですね、雑草なんかもね、このマルチがかかってなかったりすると雑草なんかが生えてきたりして、そういった防除どのようにしていったらいいのかって今回はご紹介になりますので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、ハウス内にね、両サイドとかに生えてくる、雑草をどのように防除していくかってところのご紹介よろしくお願いします。はい、除草剤をかける器具としてはこういう風なやつと、あとエンジンがついてるやつがあるんですけど、はい、うちはこの桃太郎ってやつですね。はい、一番安いやつです。でハウス内のところへかけるのは日の落ち用じゃないやつで、決まってるやつを種類を間違わないでかけてくださいってことですね。品種、メーカー名は私はバスタってやつを使ってます。これはどこでもかけられる登録されてるやつだもんで、あともう一つかけ方なんですけど、ハウスの中なんかがちょうどこういう風なところをかけるときは、はい、圧をたくさんかけないで、はい、朝風が吹いてると中に入っちゃったりすると大変なんで、なるべく私かけるのは朝ですね。風のない時、無風の状態の時にこういう近場をかけるっていうか、で圧をかけるとバーって広がっちゃうから、畑の中で作物を作ってない時は広めに圧をたくさんかけてやるんですけど、こういう風なところへかけたり、裾、はい、裾のところが問題だと、このきっとね、言ってるんだと思いますよ、質問の時。ここのところは、ハウスの中を下ろして、はい。で、これを持ち上げてもらって、ここをかけるっていう感じですね。はい。で、また戻しとくっていうようなことをしとかないと、どうしてもね、今のところはまだ、内渡りはまだかけてないんで、今後、2月のね、中旬ぐらいになるとね、2回目かけます、ここ。これを持ち上げて。はい、はい。ちょっとね、裾に、ここ、溝を掘ったんで、ちょっと歩ったんで、この土がね、こっち来てるんで、ちょっとね、はい、あれの時はこのパッカーを上から外して上からかける。その時は何しろ、中のカーテンは下ろしておいてかけるっていうの。だから朝が一番いいんですね、本当はね。はい。っていうようなやり方でやってもらいたいですね。はい。一応やはり風があったりすると万が一。万が一イチゴの方にかかるとイチゴが枯れちゃうから、絶対その風がないとき、これは徹底して風あるときはやらない。はい、だから朝は風ないからほとんど。曇ってる日の朝が一番理想なんですけど。で、閉めとけば、バスタ系であれば、だいたい10日ぐらい経つとだんだん枯れてくるから。で、あんまり圧をかけないで丁寧にかけるっていう感じの方がいいと思いますね。わかりました。はい。一応蜂なんかには影響はないんですか？蜂とかそういうのは全然影響ないです。それは安心してやってもらいたいと思います。手でむしっても小さい草は取りきれないから、どんなことしてもね、また入ってきちゃってどうしようもないんで、1ヶ月ぐらいはきっとこれで持つんで、2月にかけて、あと4月の末の頃もう一度かける。年に3回は私なんかもかけてますね。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、では最後になんですけど、水曜日にね、あげたアザミウマの被害っていう動画の中で、どのような薬剤を散布すればですね、対策できるのかってところ最後にちょっと付け加えでちょっと教えてください。お願いします。はい、アザミウマはね、とても怖いです。一番、やられちゃうのは、今頃の季節で一番やられちゃう、香りの。この後はね、とちおとめでもね、普通のイチゴならすべて、4月頃になるとアザミウマっていうのが出てくるんで、ハウス換気してると入ってくるっていうことで、薬剤を散布して、殺すっ
ていうことが一番ベストかなと私も思います。うちあたりで作ってる、きっとね、視聴者さんもいろんな農薬がある中でどれを選んだらいいかなって言って悩んちゃうんで、私は、うららって、薬を使ってます。回数もあるんで、上手に使いましょうっていうとこですね。その他にもいろいろあるんですけど、モスピランとか、アーデントとか、ダニを逃がしてる方なんかはね、ダニ食う、ダニがね、死んじゃう。うん、そういうことも兼ねして、ちょっと調べて、そこはね、自分の補助がどういう風な状態で、今管理してるかってことによっても、振り方が変わっちゃうもんで、うちあたりはダニ食うダニを入れてるんで、どうしてもね、いろんな種類の中でも、ダニ食うダニが死がない、薬をかけなくてならないんで、ちょっと難しいんで、なるべく、アザミウマだけに効くやつをかけてますっていうとこですね。はい。はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、雑草対策ということで、ね、動画撮らせていただきました。いかがだったでしょうか。やはりですね、この雑草対策ってところで、まあ一番のポイントは、どの時期にかけるのか、まあどの時間帯にかけるのかってところですね。まあもちろんね、日中なんかにかけてしまうと、やっぱりこう風が吹いてたりすると、それが万が一、イチゴの苗についてしまって枯れてしまうと大変なことになりますんで、ぜひ朝晩、ね、かけていただけるのが一番いいかなと思います。で、特になんですけど、もう夕方とかはやっぱり風が吹いてたりすることもあるんで、朝方の方が、かけるんであれば非常にいいかなと思いますんで、ぜひね、その時間帯ってところに気をつけていただければと思います。よろしくお願いいたします。では次回も動画撮ってきますので、ぜひぜひご覧ください。最後に行きます。これが農業です。はい、こんにちは。吉村農園の吉村です。2月になって、いちごの方も、ますます寒さが厳しくなってきたんで、美味しくなってきました。おすすめ品種はね、美味しいベリーで、栃木県を代表するね、とちあいか、隠し玉ではね、恋緑なんかもね、美味しくなってきたんでね、お店の方に来て、いちご狩りを楽しんでください。待ってます。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、ここ最近、いちごの資材なんか、ちょこちょこね、壊れたものをちょこちょこ買いに行ってるいちご農業のね、資材を売ってるお店なんですけど、みのりってとこ行ったら、部材が約2割ぐらい上がったなって言って、どんなものもすべて、肥やしから、ハウスの関してビニールから部品なんかも、新規収納なんかを始める農業を志してる人は、設備の方がお金の方がかかるっていうことを頭に入れておいて農業を始めないと、もう全てのものがね、このコロナの影響で上がったっていうことで、本当ちょっと引き締めていかないと大変だなっていうことをここ数日すごく感じてます。私なんかもね、いつともなく上がってきてるっていうことで、農業に関して言えばお米なんかはね、下がってる。一番食べ物に関してはね、農業の場合は底辺を言ってるような状態だと私個人的には思ってます。やっぱりね、農家の人もね、値段をつけて売ることを考えていくのはもうすでに遅いのかもしれないんですけど、遅いからといってやらなければ今から脱皮できないっていうことで、本当に、原価とか資材とかを考えた上で値段をつけていって売ることを本当にね、みんなして考えていかないと、なかなか新しくやろうっていう人がくじけてね、ハウスはできた、イチゴはできたとか、野菜ができたとか言っても、借り手なってやってったら本当に、採算が取れなくなるっていうより、生活が成り立たなくて農業地未来を感じなくなってしまうと思うんで、そういう時のためにも、どういう風にして売り先から全てを考えた上で値段をつけて、話し合って交渉して、やっていかないと難しいっていうことで、
ますます、いつの時代先が大変じゃなくて、いつの時代もそういう時は来るし、そういうもんだと思って、心構えていくっていうのが大切だなと思ってます。新規就農の人はね、特にそういうことを感じて、農業をやっていかないといけないっていうことかな。答えはないんですけど、個人個人でね、たくさん成功している事例もあるんだから、そんなに難しいことではないと思う。でも右に習いとかね、誰々さんがやってるから私もっていう、その安易な考えでは、やることはもう難しくなってきてる。本当に2割っていうのはね、大きな値段だと思う。今日もね、そこの店長と話してたら、もうハウスはね、完全に2割上がりました。医療なんかは2割じゃなくて3割近く、もう上がってるっていうことなんで、頭の中に昔の値段を感じてたら、もう2割は上がってるんだから、売るものに関しては2割から2割5分ぐらいは高く売らないと採算が取れない。それで昔と同じ、もしくはそれより安いかもしれない。だから本当に付加価値っていうことより、いかにして、利益を出すかっていうことを本当に考えていかないとできなくなってくるなぁと思う。ちょっと暗い話になってきたかもしれないんですけど、また糸口が何か一つでも二つでも見つかったら、こういう場で私も言っていきたいと思うんでね、待っててくださいとは言えないんですけど、共に頑張りましょう。はい、ではですね、次回の動画の予告になります。次回の動画なんですが、2月の6日に配信になります。で、一応ですね、次回の動画の内容としては、やっぱ2月になってですね、またね、この気温が変わってきたのと、あとはですね、太陽のこのね、日差しも強くなったんで、いちごの生育だいぶ変わってきましたんで、1月とのこの違いなんかをちょっとね、苗を見ながらちょっと見比べていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。よろしくお願いします。